お待たせしました、もちちゃんね。さあ、平田哲也、皆さんこんにちは。本日はですね、はい、森哲くん、いよいよやってきます。はい、何が？俺たちの夏休み。おお。なんで夏休みってこんなに響きがいいんでしょう。本日の動画ではですね、夏休みの過ごし方に関して、こうすればあなたの夏休み絶対うまくいく、そんな動画をね、作りたいと思います。もう向こう10年残らせる夏休みの過ごし方動画にします。なるほど、教えてください。はい。でもね、本当にバカにできないです、夏休み。というのも、仮にじゃあ7月後半、まあ7月のね、じゃあ約10日間としましょうか。はい、そして8月の31日。まあ大体9月1日と言わず、まあ9月のもうちょっと行ってから始まる学校もあるのかな。まあまあ、地方によって違いますね。うん、そうそう、北海道とかは違うからね、はい、全然ね。短いですよ。まあまあ、でも一応こう夏休み、まあ一般的にまあ42、3日ぐらいとかしましょう。うん、ってなった時に、まあ仮にこれ、毎日10時間とか勉強したらばね、もうじゃあ43日だったら430時間になるわけですよね。で、さらにもうちょっとさ、ね、頑張って毎日11時間とかにしたら、さらに43時間ここに増えるわけじゃないですか。もう500時間弱とかに乗っかってくるわけですよ。っていう風に、毎日10時間、11時間、12時間とか勉強頑張ることができたらば、本当に全く始まる前と始まった後では違った自分がそこに待っている。そんなこの皆さんに魔法をかけてくれる、そんなね、おとぎの国が、精神と時の部屋が、変わったおとぎの国、まあまあ、はい、そんな精神と時の部屋が夏休みなわけです。いや、まあ、でもね、諸刃の剣ですから夏休み、うんうん、逆もしかりですから、逆もしかり、全く勉強しないでただただ無駄にするっていう、ね、カブトムシ捕まえて、カブトムシは知らんけど、その可能性だって全然ある、うん、そうあるから、どうしたらこの夏休みがね、まあ、ちゃんとしたものになるのか、そして俺たちはどうしてたか、そんな話をしながらなんか参考にしてもらおうかなというふうに思うんですけれども、うん、森田先生、現役の時、浪人の時ってあると思うんですけど、はい、夏休みとかっていかようにされてましたか？現役はバイトですね、うん、ずっとバイトしてた。あんたいつもバイトしてるイメージなんだけど、ずっとだから一人暮らししてたからね、俺ね、現役の時からしてるし、ね、だから、ね、勉強はそんなできてなかったですけど、まあ浪人時代はやんなきゃいけなかったんで、うんうん、まあそれはもうやりました、朝から晩まで。どれくらいやってました？いや、ただね、いや覚えてないんだけど、あんまり、とにかくずっとやってた。とラジオ体操と昼です、昼のラジオ体操とラジオ英会話で、なんとかもうやる気がない時でも奮い起こすっていうのをやってました。スイッチにしましたね。なるほどね。浪人の時はヨゼミ行ってたんでしたっけ？うん、ヨゼミ行ってました。なるほど。もうヨゼミ行ってるかバイトしてるかみたいな。うん、そうですね。で、ただヨゼミ行ってるのが、そのだからレギュラーの授業もパンパンだったんですよ。むしろ講習の方が授業が少なくなったんで、うん、自分で勉強する時間が増えましたね、だいぶね。まあ、そこだよね。もう書き込んじゃとにかく取りすぎに注意ってところだよね。だからまあ英語に関しては文法とか長文なんか頑張りたいなって思ったら、とりあえずこの講座頑張っとけばいいんですよ。ああ、なるほどね。はい、はい、そうですね。もう一緒にやろうか。いやいやいや。はい、いいですね。はい、で、次に、じゃあ僕に行きましょうか。僕も実は現役時代あんまり覚えてはいないんですよ。はい、というのも、うちの学校ね、地方の自称心だったんで、はいはいはい、だからね、ちょっと行かれてて、夏休みがね、まず10日ぐらいしかなかったんですよ。ああ、なるほどね。要するに夏休みもなんか登校させるんですよ、はいはいはい。だけど、俺から言わせたら、普段からさ、朝の8時ぐらいからさ、夕方の4時ぐらいまで拘束してるわけじゃないですか。で、なんならもう頭おかしいから、朝補習とか始まるんですよ。はあ、はいはい。朝課外でしょ？そうそう。九州とか。放課後のね、なんかやつもあるんですよ、うん、これだけやってんだから、なんでさらにまた夏やろうと思うのかっていう、ね、はいはいはい、もうだからまあある意味その予備校で授業を取りすぎちゃう、それと一緒だよね、うん、なんかひたすらひたすら なんかやろうとする、うん、学校の先生たちも。わかるわかる、うん、だって本当に東京だって夏休みない学校全然あるから。あるんだ東京にも。全然、まあでも自称進学校系に多いかもしれないよね、うんうん、なんかこう本当の進学校とかっていうのはもう生徒たちに勉強する時間を与えるからね、うんうん、そうだから意外とラサールとかってね、鹿児島ではね厳しくないんですよ、はいはいはい、全然、うん、まあ麻布だってそういうゆるゆる、そうです、ゆるゆるなんですよね。そう、そういうところがあるからね、ちょっと改めた方がいいなと思うんだけど、うん、でまあ、俺浪人になってくると、これね結構皆さんにも言いたいことなんだけど、結構俺自分の塾とかでも、まあ、自分の経験が元になってるからそうしてるんだけど、生活習慣ですよ本当に、うん、あの夏休みこそ、はい、形から入りなさい、何時くらいに起きてとかね、ああいう形がちゃんとしてると中身ってついてくるんで、うん、でも形がないのに中身だけはしっかりするってね、かなりねあのレベルの高い話なんで、まず形から作ってほしいんですよね。例えば俺だったら、もう夏休みだけに限らず浪人生活ずっと続けたことなんだけど、朝誰よりも早くパジャマのまま校舎に行ってました。ああ、言ってたね、はいはい、うん、で校舎のトイレで着替えてました、うん、で
夜誰よりも遅くまで残ってるっていう、これもね、朝誰よりも早く来て夜誰よりも遅くまで残ってるっていう、いやもちろんね、この時間ずっと集中してるわけじゃないですよ、なんなら机で居眠りこいちゃった時間なんかもいくらでもありますよ。だけど自分の中のこのルールだけは守ってたっていうところはね、一つやっぱ大きな自信だったんですよね、うん、そうそう、それはありますよ絶対。だから俺は坂上だってそうだったから、うん、武田塾のね、で国立高に一番最初に必ず来て、で最後までいるっていうのを言ってました。大事なことですよね、うん、だからとにかくその、まあ、結果どうなるかっていうのはまあさ、2月3月になってみないと分かんないことなんですけれども、とりあえず今もう自分のこれだけは守ったっていう形を持っとけっていうこと、うんうん、これ僕一番伝えたいことかもなというふうに思いますよね、うん、それ大事、大事なんですよね。でその上でになってくるんですけれども、やっぱ夏休みこれ漫然と過ごしてしまうと、やっぱ漫然と過ぎていきます、うん、不思議なもんで、うん、勉強頑張っててもね、なんとなく過ぎていくんですよ、はいはい、うん、だからこれね、皆さんのそれぞれの指導者と一緒に決めてほしいんですけれども、夏休みのこの40数日間で何を終わらせるの、どれくらいやるの、夏休み40数日間が終わってその日の自分は何をどれぐらいやった自分になってるのかっていうのをなるべく具体的にこう書き出すことですね。ほうほう、うん、例えばうちだったらまあ夏休みのうちからこう過去問とかにちょっとずつ挑戦し始めるんですね。ちょっと早めに挑戦するんですよ、少しずつやり方にもこだわりながら。で例えばだけど、じゃあそれこそ早稲田3つ受けるみたいな人がいるとするじゃないですか。そしたら早稲田の商学部、教育学部、文学部を1年分ずつ過去問やるみたいなところまでね、でこれだけそれの復習もやるとかね、うん、っていうことだったりとか、もうそれなりに科目別でもあるいは過去問別とかでもいいので、とにかくこう自分がこうやり抜く事柄をちゃんと決めておく最初に、うん、じゃないとね、本当にこういつかやろういつかやろうでいつの間にか終わってるんで、うん、夏休みって、はい、うん、だから最初にちょっと何をどれぐらいやるかを必ず決めてください。お、うん、これ超大事、あのなんとなく夏休みが過ぎてしまわないための一つの過ごし方のテクニックです、うんうん、そうですね、それは絶対あると思いますね。だ自分自身やっぱその浪人時代はもう1学期に、まあ、とにかく授業取りすぎで、うん、もう消化不良だらけだったんで、なんとかその世界史の消化不良をちゃんと復習するっていうのを決めてやってましたからね、うん、なるへそね、うん、古いかあとはね、まあ、夏休みの中でどうしても勉強すっげえ大事になるんですけど、これはもう僕が普段からずっとこれも言ってることではあるんですけど、特にまあ現役生とかがやっぱ特に普段と違った暮らしの中に入っていくんで、睡眠不足と運動不足は本当に気をつけてほしい、うん、これはもう俺もずっと言い続けてるし、これからもずっと言い続けると思うんだけど、まずねやっぱ睡眠時間はあんまり崩さない方がいいっすね、まあ、それこそね、あの12時とか12時半ぐらいには寝て、でもうちの生徒だったら8時ぐらいまでには起きてあげてねみたいな感じですよね。ある程度俺はまあ睡眠はとってもいい方だと思ってる派だから、で、あとは日々毎日必ず運動しろとまだ言わないけど、まあ、それなりにこう体を動かすというかさ、でなんならもう俺なんか自分の生徒にはもうジム通いとかもさせたりするぐらいだったりするんですけど、最近はチョコザップとかもできてますからね、まあ、なんか運動習慣もあると、体がなまるとね、やっぱ気持ちや頭もなまるんで、まあ、運動習慣はしっかり持ってほしいなというところですかね。俺は逆に寝すぎるなっていうのもめちゃめちゃ大事なんですね。はい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 、いやこれだって夏休みこそ3時4時に寝ちゃう、うんうん、朝昼やっぱ逆転しちゃう人がめっちゃ出る、多いですね。やっぱ自分でもそうだったもんね、うんうん、その受験生でわざとバイトしてたんで、バイトして朝に起きるようにしてたんで、うんうん、それなかった場合の夏休みに考えたら、でも本当仕組み作りしてるよね、全部俺逆だったから、うん、絶対に夏休みはいつもは3時4時までね、もうやっぱオールナイトニッポン聞くっていうのがもうもう絶対あれね、もうねちょっとてんちゃん入ってるよ、ね、なんでてんちゃん、いやバイトとオールナイトニッポン一緒じゃないからね、うん、それできないですから、うん、それてんちゃんその2時間睡眠違う違う違う、そのバイトやってた時はそんなのやってないから、うん、勉強してますから。でだからオールナイトニッポン聞いてた時はもう全然起きない人だから、朝だからダメじゃん、朝は起きない、あ、なるほどね、そうなっちゃう人が多いじゃん。今のはだから俺の真似をしろじゃなくて、違う違う違う、真似しないでねを言いたかったのね、はいはい、逆になる人が多いよって。ラジオ体操で朝6時に行く人たち、うん、少ないと思うしさ、うん、昔と違って、うん、だから小学校の時はラジオ体操に行かされてたから起きてたけど、夏休み中学校からもう全然起きないで、はあ、ずっと朝は寝てるっていう感じだったから、あ、それ絶対真似しちゃいかんやつですね。あの特にあとね、人体の科学の話になってくるんですけれども、実はね、例えばですけど夜12時ぐらいに寝て朝7時ぐらいに起きる人と、夜中のもう3時とか4時に寝てで朝の10時とか11時ぐらい、うん、
同じ7時間睡眠でも全く質が違うんです。やっぱこれ自律神経のリズムに合わなくなってくるんで、うん、夜中3時4時ぐらいに寝るともう本当にこうお昼の1時2時ぐらいまで寝てないとなんかちょっと体のサイクルが合ってこないみたいなのがあるらしいんで、でも今度また夜中が遅くなったりとかもするっていうね、だから悪いサイクルに入っていったりするから、まあ、そうならないためにもう最初にも申し上げましたけど、まあ、形を最初に持っておくってことですね。うん、これ超大事かな。そっからまだほらね、長期的な目標とか短期的なのね、うん、1週間とかさ1日とか、まあ、いろんな勉強法の動画は確か喋ってますね、うんうん、いろいろ出てると思うんでそこを参照してもらえればと思います。 YouTube は我々のだけ見てたらいいと思います。おすごいこと言ってますね、はい、そういつもね動画止まってる時はもう他の YouTuber の悪口しか言わないから俺 YouTuber に恨みとかないんですけど、そういうことでした。はい、はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching. Thank you for my